まずきれいに洗った材料を小さくカットしていきます。20種類くらいの植物で作るのが理想で、全部で 500g 用意します。白砂糖 550g を用意します。保存容器の底に3分の1くらいの量の白砂糖を敷き詰めます。次に先ほどカットした植物を入れます。砂糖、植物、砂糖、植物の順に交互に入れていきます。最後に砂糖を敷き詰めて、その上に発酵を促すため米麹 10g を入れます。2日目からは毎日 1、2 回素手で混ぜていきます。発酵してきました。もう少し泡になるまで発酵させます。してきました。この泡が落ち着いてきたら完成です。ボウル、ザルなどを用意し、丁寧にこしていきます。